はい、こんにちは。順天堂の医学部の問題を紹介いたします。Z がコス7分の 2π たす i サイン7分の 2π ですよって、なんか見たこと千葉大かどっかで見た感じの問題ですね。まあちょっと違いますけど、じゃあもうこれはもうダメだと言われてももう7乗せずにはいられないですよね。 Z の7乗はドゥーマーブル使えばこれはもうコサイン 2π たす i サイン 2π になるんで、これは1になりますよねと。もうこれ書かないですけど、ルーマーブル7乗したら角度は掛け算すればいい。押すと Z の7乗引く1が0ですよってことは、因数分解して Z 足す Z 6乗足す5乗足す4乗足す3乗足す2乗足す1乗足す1が0と。でまあですから、この Z っていうのは1じゃないんで、これイコール0の解、まあ、虚数解ですね。虚数解6個あるうちの1つですよ。まあ、これすなわち、1の7乗根なんで、単位円を書けば、こうあって、正七角形、1つの頂点が1、0の正七角形なんで、1、2、3、4、5、6、7と。これが Z ですよと。で、これは、コサイン7分の 2π 足す i サイン7分の 2π で、で、もちろん正七角形だから、これは、これの角度倍なんで、ここっていうのは、コサイン7分の 4π って、そのうち求めさせられる角度出てきますと。足す i サイン7分の 4π で、複素数の掛け算っていうのは、大きさと大きさをかけて角度は足してないだから、ここっていうのは実は、z の2乗ですよと。いうのは、z×z が z の2乗で、それは大きさは単位円なんで1。だから大きさは1。で、角度は足してね、だからこれ足すからこれになります。ということで、ここは z2 乗。と同様にも、ここは z3 乗です。ここ z4 乗。ここは z の5乗で、z の6乗となってますと。で、まあ、これらはもう全部強約な複素数の関係になってますよね、と。ということで、まず何から引くかというと、じゃあ、カッコ1の丸1。オメガが、Z、これ、足す Z の2乗はこれ。で、Z の4乗はこれ。じゃあ、オメガバーっていうのは、まあ、Z 足す Z の2乗足す Z の4乗に、ビューッと引っ張るんですけども、それ分けてもいいよっていうのは、これ証明なしでも、ここは使っちゃってもいいかなと。分けることができますと。そうすると Z のバーっていうのはここですよと。Z の6乗ですよと。で、Z の2乗のバーは、強約の複素数は Z の5乗ですよと。で、Z の4乗の強約の複素数は Z の3乗ですよと。いうことは、丸1番、オメガ足すオメガバーっていうのは、Z の1乗、2乗、3乗、4乗、5乗、6乗、全部足したものなんで、ここまで。で、これが全体で1足して0だから、ここはマイナス1ですねってことで、マイナス1と。終了と。じゃあ、オメガかけオメガバーは、今度はこれとこれの掛け算なんですけども、これはなんかうまい方法あるのかどうかわかんないけど、掛けたところで、ただが、Z 足す Z 2乗足す Z 4乗かける、じゃあ、少ない順に Z3 乗足す Z5 乗足す Z6 乗で、これ3個と3個だから、たかが9個ですと。で、まあ、見るからに7乗が何個か出てきそうで、7乗っていうのは1ですよと。で、まあ、最高10乗も出てきますけど、それも Z7 乗が1なんで、Z の10乗は Z の3乗に変えられますねと。ということで、まあ、たかが9個なんで我慢して掛け算しちゃおうかということで、順番にかけていくと、Z の4乗、6乗、7乗。4乗、6乗。で、7乗は1ですよと。で、次、2乗とかけていくんで、5乗、7乗、8乗。5乗、7乗、8乗と。で、次にこれとこれかけていくと、Z の7、9、10。7、9、10と。で、Z の7乗で1ですよ。1が3つ。で、あとは少ない順に、
8乗はこれ z の1乗に変えられる。7乗が1なんで、じゃあ z の1乗でこれが2乗で3456って全部ありますちゃんと z の6乗まで揃ってますと。じゃあこれは3、これはさっき言ったようにここはマイナス1なんで 3-1 で2ですよということで、もうカッコ1番の丸1、丸2終了と。じゃあそしたらば、正七角形、これが果たしてうまく描けたかどうかわかんないんですけども、時々うまいと褒められることがあるんですけど、これがうまいかどうかわかんないですけど、それ、描くコツとしては、強弱のアック素数を意識すると結構うまく描けますっていうのは、まあ、7等分だから、まあ50度ぐらいだから、まあ正三角形にならない程度にいって、で、100度ぐらいで、ここ行ったら、あとは、それぞれの真下に来るように狙っていくと、まあ、まあまあうまく描けますと。で、じゃあ、カッコ2番なんですけども、これ出せと。で、今せっかくカッコ1番で、足し算。消しちゃった。オメガ足す、オメガ足す、オメガバーがマイナス1でしたと。で、掛け算が2でしたと。足し算と掛け算求めさせられたら、それは、解と係数の関係使いたいんじゃないのっていうことで、オメガとオメガバーっていうのは、x2 乗プラス x プラス2イコール0の2つの解がこれとこれですねと。いや、そうするとこれは、当然、虚数解を持つから、まあじゃあ解のことしかいいかな。そうすると x イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート b 乗マイナス4、4、2が8だから、マイナス7なんで 7i ということになると。で、じゃあ、この x、この解っていうのは、この2つの解ですよってことは、オメガは、z と z の2乗と z の4乗なんで、これと、これと、これなんで、虚部は、まあ、概算でいいですけど、プラスでいいですよね。これとこれがプラスで1個だけマイナスなんで。じゃあ、オメガはこれのうちの、虚部が正。マイナス2分の1足す2分のルート7i と。そこで、カッコ2番出すのに、これもいらないか。じゃあ一体これ何なのって言ったら、オメガっていうのはこれですよと。オメガは、z っていうのが、コサイン7分の 2π。足す i サイン7分の 2π。で、z の2乗っていうのは、さっき言ったように、コサイン7分の 4π ですよと。z の2乗なんで。7分の 2π の角度2倍。7分の 4π。足す i はもうじゃあくくってあるから、サイン7分の 4π と。で、z の4乗っていうのは、7分の 2π の角度、4乗だから4倍なんで、コサイン7分の 8π と i サイン7分の 8π と。じゃあ、で、今、オメガはこうですよって分かったと。じゃあ、オメガの実部ってこれじゃんと。今求めさせてるもの。じゃあ、オメガの実部はマイナス2分の1なんで、これはマイナス2分の1ですねと。で、丸2番、サインもこれですねと。これはオメガの虚部なんで、2分のルート7ということが求められましたということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。